どうも、こんにちは。昭和を代表する大スター石原裕次郎さん。そんな石原裕次郎さんの妻であり元女優である石原真紀子さん。真紀子さんも結婚するまで狂った果実などに出演する女優として活躍し、石原裕次郎さんと日活のドル箱コンビとして23作もの共演作が制作されました。結婚後はきっぱりと引退して内助の功に徹しました。裕次郎さんが亡くなった後は石原軍団とも呼ばれていた石原プロモーションの代表取締役会長を2021年に幕を下ろすまで務めました。しかし気になるのは裕次郎さんと真紀子さんの間に子供はいないことです。そのことについて調べましたら、なんと松田聖子さんが関係しているのではないかとの噂がありました。そして壮絶な石原裕次郎さんの闘病生活や真紀子さんに残された遺言がありました。これらと石原真紀子さんの経歴をまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。石原真紀子さんは1933年に東京に生まれ、高校卒業の後松竹のニューフェイスに合格して入社し、カルメン純情スで本格的なデビューを果たします。1954年に活動を再開した日活に引き抜かれる形で移籍します。女優陣のエースとして活躍する1960年に裕次郎さんと共演した闘牛にかける男への出演を最後に裕次郎さんと結婚し、戦後の日本映画界が生んだ伝説的カップルと言われました。しかしスター同士の結婚は日活の強い反対を受けたそうです。交際を反対する会社にアメリカ逃避行までして抵抗し、最終的には会社を折れさせたそうです。真紀子さんは結婚後女優業を引退しました。引退後は妻である石原真紀子として内助の功に徹し、石原プロの経営に関わり、裕次郎さんの死後は代表取締役の肩書きで石原プロと2代目社長の渡哲也を支え続けてきました。そして気になるのは裕次郎さんと真紀子さんの間にはお子さんがいないということです。その理由は裕次郎さんの愛人である松田聖子さんとの間に子供ができたからだという噂があるのです。松田聖子さんは後に石原軍団の神田正輝さんと結婚されてます。これは石原裕次郎さんが聖子さんをそばに置きたくて神田正輝さんに結婚を強要したからだと噂があります。当時神田正輝さんと交際していた女優さんは妊娠もされていたが、石原裕次郎さんの命令により神田正輝さんが松田聖子さんと結婚したので自殺したという噂もありました。そんな神田正輝さんですが、近年石原軍団に対して愚痴をこぼし話題になっています。自身が出演している番組の VTR で同じたけし軍団の3人が楽しそうにさまざまな場所でレジャーやグルメを自由に楽しんでいる映像を見たスタジオの神田さんは、思ったんだけどね、男3人だったらもっと旅がつまんないはずなのよ。なぜかこの3人面白いのよね。たけし軍団ってすごいなと思った。石原プロじゃあんな面白くないからと石原軍団に対してちくりと嫌味を言って話題になっていたのです。話を元に戻します。あの裕次郎さんと松田聖子さんの噂が真相かどうかは定かではありませんが、裕次郎さんが亡くなった現在、真紀子さんが甥を養子縁組して就活に向けて動き出していたことも報じられました。気になるのは甥とは一体誰なのかですが、真紀子さんの兄弟の息子とも、あるいは裕次郎さんの兄弟の息子とも考えられますね。調べたところ2017年から翌年にかけて石原邦彦なる人物が関連会社の取締役に相次いで就任していることが分かりました。この男性こそ真紀子さんが養子に迎えた甥であり弟の息子なのだそうです。邦彦さんはもともとは世田谷区で書店を経営しており、2020年7月の時点で独身の50代とのことです。真紀子さんは2017年裕次郎さんと暮らした成城の自宅の敷地内に別邸を新築し、邦彦さんはその家で実の両親と同居することになったそうです。二人の間に息子はいませんでしたが、真紀子さんが養子縁組していたことが発覚しました。そしてそんな真紀子さんを調べていたら、裕次郎さんとの壮絶な闘病生活が浮かび上がってきました。1978年12月、44歳の石原裕次郎さんに悪性腫瘍舌がんが発覚します。そこで裕次郎さんは手術を受け、
3ヶ月に及ぶ闘病生活の末、見事復活を遂げられるのですが、それから約3年後の1981年4月、刑事ドラマ「西部警察」の撮影中、背中と胸の激痛を訴え、緊急入院すると、検査の結果、解離性大動脈瘤であることが判明します。医師からは、手術をしても成功する確率はわずか 3% と告げられてしまいます。それでも、裕次郎さんは、手術を決断すると、6時間に及ぶ手術は無事成功しました。牧子さんは、裕次郎さんが入院して以来、1日も自宅に戻ることなく、寄り添って看病を続けたそうで、そんな牧子さんの気持ちが通じたのか、裕次郎さんは手術後、奇跡的な回復を遂げ無事退院しました。裕次郎さんは退院されるとすぐに石原プロモーションに向かい、ずっと待ち続けてくれた社員たちと笑顔で再会を果たすと、初めて涙を見せたそうです。退院後、裕次郎さんは食事制限することとなるのですが、その食事を作るのはもちろん妻である牧子さんでした。牧子さんは後に1日の塩分の摂取量が 6g と言われ、一番気を使いました。 6g とはラーメン1杯をおつゆまで飲んだのと同じ量であり、料理が一番苦労したそうです。でも牧子さんは食事療法で回復すると信じていたそうで、裕次郎さんが最初に口をつける場所に塩をかけてしょっぱく感じるように工夫したりと、裕次郎さんには食べれば治る、食べなきゃ血管が強くならないと言っていたそうです。裕次郎さんも最初は義理で食べていたそうです。しかしだんだん箸で弾くようになってしまったそうです。 1,2 時間かけて作った料理なのに、どうして食べてくれないのって牧子さんは泣いたこともあったそうです。毎回自然食の食材を買い、夜の食事を終えたら裕次郎さんを寝かして次の日の献立を考えて、それが6年続いたそうです。1日に3時間寝られればいい方だったそうです。こうして2度の大病を乗り越えた裕次郎さんでしたが、1984年7月原因不明の高熱が出たため、慶応義塾大学病院に再び入院しました。実は裕次郎さんはその1ヶ月前に定期検診を受けており、その時牧子さんには医師から肝細胞がんだと告げられていたそうで、牧子さんは医師に呼ばれて宣告されたそうです。裕次郎さんに知らせるかどうかということが当時延々と牧子さんの中の戦いになりました。牧子さんは一番裕次郎さんの弱さを知っていました。裕次郎さんの弱い性格の部分を、そして裕次郎さんは戦えないと思ったそうです。本人に対して告知をするかどうかの決断を迫られた結果、告知しないことを選択されたのでした。入退院を繰り返す日々、その後裕次郎さんは翌月の8月に退院し、9月から10月までハワイで静養すると、翌年の1985年5月には石原プロモーションのメンバーである神田正輝さんと松田聖子さんの結婚式で仲人を務めるまでに回復しました。しかし療養先のハワイで体調を崩し、1987年4月急遽ハワイから帰国されると、慶応義塾大学病院に検査入院しました。カテーテル治療を行い、5月2日には一旦退院されるのですが、高熱のため5月5日に再び入院すると、幻覚症状、肝性脳症を発したそうです。裕次郎さんはベッドルームでいきなり起き上がって、治療なんかいらないんだと叫んだりしたそうです。その時に牧子さんは手を握ってさすってあげたそうです。そういう状態でまたスーッと眠る、そういうことが何日も続いたそうです。7月17日、牧子さんが頑張るんですよとかけた声に2回うなずいた裕次郎さんは、その後静かに息を引き取られました。そして裕次郎さんは生前、映画を制作してほしいという遺言を牧子さんに残していたそうで、牧子さんは葬儀の際、本日の葬儀をもちまして私どもは個人の遺言ともなりました、映画制作に入りたいと思いますと挨拶されていたのですが、牧子さんは後に息が途絶える少し前に、俺が死んだら石原プロを畳めよと言われたんですと、実はもう一つ別の遺言があったことを明かされていました。牧子さんは裕次郎さんが他界されてから、裕次郎さんとの他の約束はずっと守り続けてこられたのですが、
この言葉だけは唯一守らなかったというのです。というのも、石原軍団の皆さんが必死で裕次郎さんをなんとか病から戻そうとしている、そんな姿を見たらとても言えなかったそうです。石原プロモーションには裕次郎さんの心情を受け継いでいる人が大勢おり、それを誰よりも感じた牧子さんは、とても石原プロモーションを畳むとは言えず、2021年に幕を下ろすまで約30年間牧子さん自身が代表取締役として存続されてきたのでした。壮絶な闘病生活や破天荒な生活の石原裕次郎さんを支え、亡くなった後も石原軍団の皆のことを思い事務所をまとめてきた石原牧子さん。石原プロが亡くなった今、牧子さんは防府の遺品や版権の管理を行う2つの法人、石原音楽出版社、一般社団法人石原の名誉会長に就任しています。現在90歳となる牧子さんは、生涯石原裕次郎のために尽くし生きてきたのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。